まないように気をつけてね。この集団は、先生がいません。管理の目が届きません。人間っていうのはほったらかしておくと一番面白いみたいですね。はい、こちらは弥生時代です。ノルマがあります。まあノルマは合ってないようなもんです。やりたい放題です。カエル、カエルと言ってますね。田植えは二の次です。